はい、茶間でございます。ラーメン屋さん開業に向けて修行してるんですけどね、やっぱ修行っていうのはかなりストレスが高いんですよね。まあ、どんぐらいストレスが高いかっていうと8石2鳥、そんぐらいストレスが高いです。はい、ということで今日はストレス発散で爆食していきたいと思います。稲田堤の麺屋六等星こってり、六等星こってり塩、はい、来ました。こんな感じですね。まず今日はこれノーマルじゃないです、チャーシューをトリプル増してます。なので敵ドロドロのスープにチャーシューが14枚で、麺量は推定 500g です。でこの麺もぶっといぶっとい麺ですね。で相手の弱点はキクラゲキャベツです。これあのキクラゲとキャベツは、こちらのね、体力を回復させてしまうという弱点があります。だからそれをうまく使って戦っていきたいと思います。でこれからスープ見るとね、かなりこってりはやっぱ振り切ってますよね。でさらに麺、まあ、味と量っていう攻撃力もかなりあると。でチャーシューが多いっていう意味で言えば仲間を、まあ、呼ばれたっていうところですね。で防御力に関してはやっぱチャーシューがねかなり、まあ、麺っていう本体までね、本体に迫るまでにかなりの時間を要するということで言えば防御力も高いです。ただいつもだったらね結構900とか1キロとか食べるんですけど、今回はね多分500あっても600ぐらいなんで、体力はこんな感じになってます。ちなみにこれが波の塩こってりです。まあ普通に頼んだらこれが出てくるっていう感じですね。でこれがね、あの色違いの醤油こってりですね。色全然違うでしょう。醤油こってりの方がスープのパンチ力はめちゃめちゃ強いです。なので今回は塩こってりなんでね、軽くのしていきたいと思います。でこれあの余談ですけども、左が今回の丼で、右はねあの白丼ということで、700ぐらいかな、700以上からはこれになります。普段僕はこれで食べてます。でこれがねこってりつけ麺です。でつけ麺なんでさっぱりしてていけるかなと思うんですけど、なんかしんないけどつけ汁の濃度上げちゃってます。あの普通のこってりよりきついですね。でこれが魔界から出てきたこってりです。もうこれは普通には食べられないと思ったんで、アイテムの白ご飯を持参しました。はい、ということでやってきました。じゃあまあ行きましょうということで爆食、まあ全部合わせてラーメン総量は1キロぐらいあるんじゃないですか。でチャーシューね、これね、まあ、まずは薄いやつ、柔らかい薄いやつからいきましょう。うん、そのままで食べて、美味しいなと、この様子を見ていきます。なるほどなと、チャーシューこんなもんかと。でこれねやっぱり厄介なのがね、盛りに盛られてるので、ね、若干やっぱ食べにくいんですよ。整地していかないといけない。まずはで整地しながらも、たっぷりで今度こってりつけてね、スープもちょっと減らしていかなきゃいけませんから、美味しいということでね、うまさ、今ちょっと一瞬見えたのが多分チャーシューの親玉ですね。分厚いやついたでしょう。まあ、雑魚からいきましょう。雑魚からね、いいリズムでポン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 いって、やっぱ肉最後に残すとかなりきついんでね、やっぱ本体の麺をねしばく前に、やっぱその防御力装備であるここねやっていきたいと。で麺いきましょう。この太さもうすすれないんですよね。重さがあるから、麺自体に重さがあるから、あとは、まあ、形状ですね、若干すすりづらいということで、すりにくいんで、こうそこにも苦戦しますよ。まあ、どん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 いきましょう。すすれてない。さらにこのこってりのね、こってりね、まあ、この六等星で一番有名なメニューでね、まあ、これで六等星がバズったと言っても過言ではないんですけど、まあ、結構きついです。もうお腹にきます。はい、慣れてくるとね、もう唯一無二でめちゃくちゃうまくなるんですけど、僕最初行った時3口目で、あ、これダメだって。その時はね波の量だったんですけど、脳みそがストップの指令を出してきました。そっからね、お腹は全然空いてるのに、まだ容量入るのに手が動かない。でここでギア上げていきましょう。麺とチャーシューダブルでいくと、麺とチャーシューダブルでいって、もうこの爽快感バッチバチに食い散らかしてるぞっていう気持ちよさがありますね。うん、やっぱ最後まですすりきれないんで、麺をね途中で切っちゃいます。でまあキャベツとかね、ちょっと体力回復もしながらチャーシュー、うん、で隣のお客さんがね、ラーメン屋さんをやってるということで、いろいろラーメン屋さんのリアルみたいなのを語ってくれてて、お話ししながらちょっと余裕がまだあります。
で麺行ってこう喋りながらね、でキャベツで体力回復しながら相手のこうちょっとずつ減らしていくわけですよ。でこれ多分親玉じゃないかな、この分厚さ分かります？なんかね食べた感じがほら 重いでしょ、プルンプルンしてないのよ、端っこなんでね、まあ、質量があってしっとりとして美味しいっていうのもあるんですけど、あと あとはチャーシューのタレに触れている面積が多いのでちょっと味も濃いめです。僕はここが一番好きです。でしっとりしててね、3口で、一口では食えなかったんで3口でいきました。まあまだまだ余裕そうですね、まだ余裕そうで、でまあチャーシューばっかりいっててもしょうがないんで麺もいっとくと、やっぱねバランスなんですよね、この爆食するためには。で本来であれば大食い爆食をしようと思ったら満腹中枢をバグらせなきゃいけないんで、どんどんスピードアップしなきゃいけないんですけど、前半ねめちゃめちゃ食って、あお腹いっぱいってなる頃にはもう最後気合でいけるみたいな量にしときたいわけですけど、隣のねラーメン屋さんのリアルを教えてくれているお客さんがサッカーが好きってことで、あ僕サッカーゲームの実況9年間やってたんですよって話をしたら、なんかトークのペースが上がってですね、すげえ相槌打たなきゃいけなくなってちょっとねラーメンを食べるペース、爆食のペースが上げられないっていう思わぬトラブルにも見舞われております。まあそれでもねこうやってまだまだペースは落ちませんよ。後半 ここでねやっぱねもっと本来であれば行きたかった、もうバッチバチに行きたかったわけだけど、ちょっと気もそぞろになってね周りを見たりだとか、若干この集中力を欠いてきてるっていうところありますね。まあ、現在動画上では7分ぐらいですかね、でも実際の時間で言えばもう15分ぐらいは経ってるんじゃないでしょうかね。そこからねキャベツとかちょっとで キャベツもねスープにあんま浸さない方がいいんですよね、浸すとやっぱ味がついちゃうんで、まずこの6等星着丼した瞬間にチャーシューの上にネギとキャベツを避難させるみたいな、あとは食べに行く4時間前までに水をたらふく飲んどくと、そうすることによって体内の塩分濃度みたいなのが若干落ちて濃い味に耐えられるようになります。だから濃いラーメン頑固とかそういうのを食べに行く時も僕は実践してますね。でどんどん行きますよ、麺がね全然足りてない、まだまだ全然減ってないんですよね、もう結構食ってるんですけどね、麺がねどんどん出てくる、一旦ねこのやっぱ普通に食べてると、まあ、同じところからばっかり食べちゃうと、まあ、全体のね敵の姿っていうのが見えなくて、後半キャベツとかチャーシューとかをめくったらまだ麺がこんなにあるみたいな、メンタル削られる時あるんで、この辺りで一回ねちょっと丼をかき混ぜたりとかして相手のポジション変えます。でなんとなく麺はこんぐらいかと、あとチャーシューの名前確認をねしてちょっと行きたい、ここもねチャーシューの、これもチャーシューのボスですね、親玉親玉、ただ僕ここ好きなんで6等星の大将入れてくれるんですよね、ありがたい。でまあ全体的にあとこんぐらいかっていうのでペースを考えていきます。気持ちなんですよ。で爆食するときに大事なことが2つあって、この爆食ができなくなっちゃうっていうかもう限界だっていうのが2つあるんですよ。で1つはもう胃袋の限界で、もう1つは脳がもうやめろと、これ以上濃いものを食うなとか量食うなっていう風になってくるんですけど、この脳の方はね嘘なんで、嘘です。だからいやいけるっていう強い気持ちで押し切ればいつの間にかもう脳警告は聞こえなくなってます。で胃袋に関してはやっぱりね、まあ、この食べながら拡張していくっていうのは難しいので、日頃の鍛錬ともう毎回限界まで食って胃袋を膨らますっていうのと、あとはね、まあ、僕の体型的にはね大食いの人って太ってる人いないでしょ。なんでかっていうとね、内臓脂肪があると胃袋が膨らまないんですよね。だからダイエットしたいと思います。
あとはやっぱもうあの胃の伸縮性を使ってこう満腹中枢、さっきも話しましたけど満腹中枢が、あ、もう限界って思う前にもうかなり入れ込んで、で限界やべえってなった後もまだ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 いけるぞっていう気合で乗り切れるぐらいの量にしときたいというところでございますね。でこの辺りでねかなりダメージきてて、もうあの大将にちょっとこう話を聞いたりとかね、水を飲んだりして、まあ、ラーメンを食べるっていう現実から目を背け始めてますね。ありがたいお話をされていたっていうのもありますけど、ね、食べながらでも別に話は聞けるのに、で麺あげてそろそろ行くぞと、まだ行かないですね。ちょっとやっぱこの辺りで結構来てるわ来てる話をしながら麺をね若干あげると、やっぱ熱っていうのも麺、ラーメンが持つ熱っていうのもやっぱダメージ与えてきますからね。これちょっと冷ましたぞと、ちょっと冷ましたぞっていうので、これは食べやすいはずだって自分に言い聞かせるわけです。でちょっとこう長めにね冷やしたりだとか、そういうのも後半かなり生きてきます。こうやってね揚げて食べやすくなってるんだ、味の濃さ量っていう部分では変わらないけども、熱で、熱っていうのはもうなくなっちゃったんだ、いけるんだ。で最後気合でこうラストスパート上げていくと、もうこの辺から気合ですよね。もう気持ち、あとは経験です。俺は大盛り食べたことがあるんだっていう経験、それがやっぱ最後自信後押し、自分の気持ちを後押ししてくれて、なんとかここまで持ってきました。口の中ベトベトですね。で口の周りベトベトだし、口の中もう飲み込めてません。やっぱ飲み込むのもね、やっぱ力が必要なんで、パワーが必要なんで、ちょっとずつ体力削られていく。でも麺もね細くなって、最後一口二口のところまでようやくたどり着いた。これ大体30分ぐらいかかりましたかね。ただやっぱ食い終わった後のそれ、あの気持ちよさっていうのはね、もう何にも変えがたいんで、ぜひね、あの爆食したいっていう人は六等星行ってみてください。あと二郎とかね。はい、ということで無事完食しました。ごちそうさまでした。ということで皆さんも爆食を繰り返して憧れのコムドットになりましょう。以上です。